はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、つむぎ組さんからですね、お届けしていきたいというふうに思います。私のチャンネルなんですけども、タウンホール11から13まで幅広く扱っていきながら、クラン対戦の動画中心にやっていきたいと思ってます。で、やっぱですね、クラン対戦で全開取れるかどうかってすごく、まあ、大きなゲームのモチベーションだと思いますんで、そこのヒントになる動画、お届けできたらなというふうに思いますので、最後までご覧いただきまして、これもしもいいなと思ったら、ぜひグッドボタン押してもらえたらすごく、励みになりますんで、よろしくお願いします。またチャンネル登録まだの方は、そちらの方もよろしくお願いします。というところで、本日はですね、クイヒ。これ見ていきたいというふうに思います。まあ、タンホール13のクイヒーは以前ちょっとお話をしたんですけども、12、11のクイヒーって、いや、どこまでやれんのよっていうところね、結構ね、わかんなかったりすると思うんですよ。トッププレイヤーの方のクイヒーって、結構13が多いんですね。この、まあ、露出する頻度が多いのは、まあ、13だと思うんですよ。なんですけど、12、11はじゃあこういう上手い人がやったら、どんな風になっちゃうのというところをですね、今日はもう存分に。見ていきたいというふうに思いますので、お楽しみいただけたらと思います。ではですね、いきましょう、順番にいきます。まず12からいきますね。今日12、3本、11、1本っていう感じでいきたいというふうに思うんですけども、まずはですね、これですね、ピオヒゲさんのアタック見ていきたいんですが、こんな配置。さあ、あなたならこれをクイヒでどう料理するかということなんですね。めっちゃくちゃ難しいと思います、正直。これはね、自分だったら、タウンホールをまあ狙いに行くかな、多分。で、その後のクイヒールートどう読もうかなとか、すごい考えちゃうと思うんですよね。でも、ヨヒゲさん、こっからスタートします。さあ、これ、どういくと思いますかね。タウンホール狙っていくと思います。でも、キングが出てきましたよね。このキング、ここがカットされていて、でキング、ここから出したということは、こういう風に中に入ってきますね。これでタウンホール処理するんだよね。ついでにこういうアーチャー塔とかアーチャークイーンを狙ってる防衛を壊していきます。で、このバルーン、黒風船の処理とこの区画におけるテスラのカットですね。この意味を兼ねてやっています。で、マルチインフェルノなんで、ここに関してはクイーンヒーゲー、まあ、全然まあクイーンでっていう意思だったクイーンヒーで、全然問題なくここは突破できますよね。バーバリアンキングは予定通りタウンホールを壊して、まあ、ここで落ちるんですが、これね、ストライカーにフリーズ、これはね、皆さん忘れないようにしましょう。僕もね、JWC でこれケチって全開取れなかったっていう、すんげえ悔しい思いしてるんで、皆さん、ストライカーにはフリーズ、これをね、忘れないようにしましょう。特にタウンホール11、12で、クイヒやろうっていうね、思いがある方は、これ忘れるとマジでやばいっすよ。本当に。ストライカーとスーパーカーゴイルって今、クイヒ潰しの、まあ、代名詞になってますけど、タウンホール13のレベル75、ヒーラーレベル6かなの、マックスのヒーラーとアーチャークイーンでもやられちゃうレベルなんで、これをね、普通に、なんていうの、殴って呪文使わずに突破するのは、まあ無理があると思いますね。で、ここの壁を開けるっていうね。で、こういう風に食い火流していくんですね。わかりますかね？この食い火のルートって、まあ、普通は考えないっていう風に思うんじゃないかなと思います。まあ、ホーミングとかを当然食らいますけども、まあその辺はもう誤差範囲というか、ここまで食い火に仕事させたらもう十分ですよね。で、食い火ラバルって、クイヒー絶対殺せないんですよ。なんでかっていうと、クイーンがやられちゃうと、そのヒーラーが腐っちゃうんで、ディガホクとかやる場合は、まあ、ディガホクライダーにヒーラーがスイッチして、まあ、ワンチャン伸びるっていうケースもあるんですけど、クイヒーの場合、クイヒーラバルの場合って、バルーンとかガーゴイル、ラバーハウンド、当然ヒーラー関係ないんで、全然ヒーラーがもう、切る場所なくなっちゃうんですよね。なんで一番そのクイヒの精度が求められるんですけども、今回のピオヒゲさんのアタック、ちょっとねもう一回村を見ながら考察していきたいと思うんですが、このルートを歩かせたとこういうことですよね。はい。で、ですね、レイジ4枚持っているっていうところがまあミソで、まあクイヒやるで奥に突っ込んでいく場合、こういうふうにもうガリガリ食い火で削っていきますよっていう場合って、まあ、最低でもレイジが3枚は必要かなって個人的には思ってます。いろんなアタックを見ながら、それで3枚で足りるかなっていうところギリギリ。で、4枚持っていけばまあ安全かな。
感じですね。まあ、今回ピオヒゲさん確かバルーンに1個レイジ使わなかったかなと思うんですけども、プラスあのレイジを使っても突破しきれない火力の部分があるんで、そこはフリーズでしっかり止めていく必要があるんですね。なんで今回ピオヒゲさんフリーズ3つ持っていってるのは、ストライカーにもフリーズ打ってたじゃないですか。ああいう風に、フリーズをもうふんだんに使っていて、レイジヒーラーで回復しきれないダメージはフリーズで止めるということなんですね。で、あともう一個はレイジを使うタイミング。やっぱりですね、赤ゲージになってからレイジは遅いんですよ。もう間に合わないんで、あ、これちょっと火力上がるなっていう風に思ったら、もうすぐにレイジをかける。これも絶対必須のテクニックになります。で、もう一個、まあ、サイドカットですね。やっぱちゃんとやっていく必要があるということなんですけども、ヒーラー、クイヒが狙った壁の外側にこう逃げないようにちゃんとカットしていくね。このね、メスゴリラさんのアタック、めちゃくちゃそのサイドカットが優秀って言い方もなんか上からだな。すごいので、ぜひですね、ちょっとそこ見ていってくれたら嬉しいなというふうに思います。で、どんな風なルートやるかっていうと、ここですね、ここ。ライトニングクエイクを使ってからのクイヒってなかなかね、レイジの枚数詰めないんで苦しいんですけどね。ここからグイーンってこういくんですね、こんな風に。ちょっと見ててください。このクイヒルドすごいですよ。本当に。うわ、マジかよって思っちゃいますね。このガーゴイルでしっかりとテスラの方面をカットしていって、アーチャークイーンが、12時方面、それない、あ、9時方面、それないようにしてるんですけども、まあ、ちょっと残念ながらうまくいかなかったですね。テスラが生えてきちゃってガーゴイルが死んじゃいましたが、これ突撃艦イエティを使ってここを破壊。で、こっち側はライトニングで破壊してるんで、撃ってこないんですよ、横からね。撃ってこないので、アーチャークイーンがこれ、レイジの呪文なしで延命してるじゃないですか。さらに、ここの区画を、全部削ってるんで、出したウォールブレイカーが一番近い、これ、今クロスバーここにありますけども、防衛施設がある壁の中を、防衛施設が中にある壁を開ける必要性があります。なんで、ここに行くと思いきや、壁の中は何もないので、ぐるっとターンしてこっち行くんですね。っていうこと。なんで今のは突撃艦を当てるタイミングとスーパーウォールブレーカーを出すタイミング、さらに食い火の体力管理、この3つをきっちりやってこそ成り立ったものすごいファインプレーなんですね、本当に。で、その後もさらにウォールブレーカーをこちら側から当てて、まあ、さっきと同じ理屈ですよね。防衛施設がある壁の中、ここを開けていくわけですね。そうすると食い火がこういう風に動いていくと、まあ、いう格好になります。まあ、理屈上はそうですけどね。これをじゃあ狙ってやれるかって言ったら、もう相当の、高いレベルが、の技術が必要になるんで、まあ、当然難しいは難しいんですけども。今日見てほしいのは、シンプルに、あ、この食い火すごいなっていうところで、この食い火ができている裏にある技術ってなんだろうなっていうところを見てもらいたいというふうに思ってますんで、見て楽しんでもらうのも当然一つ目的ということで全然問題ないんですけども、裏の技術が何なのかっていうね、そこを分かってもらうことによって、どういうじゃあ練習したらこの食い火できるように、まあ、少しでもこう近づくんだろうってね、やっぱ僕も正直アンホール12、11でこういう食い火があんたじゃあできんのよって言われたら、いや俺難しいですよマジで、まあ、難しいんですけども、何をやってんのかは一応分かるんで、そこを皆さんにこうお伝えしたいっていうのがこの動画の趣旨です。ね、いやーすごい。で、さらに食い火が最後までこう生き残ってますからね、アーチャークイーンが。この体力満タン状態で。だから、もうずっと食い火が、まあ施設の、だから4割ぐらいをずっと削り続けたっていう状態になってるわけですね。こういうことができてくると、マジで食い火はもう無敵になります。多分ね、これ、ユタさんがめちゃ食い火得意なんで、ユタさんのチャンネルでも結構このいい食い引いて見れると思うんですけども、まあ、そっちも多分タウンホール13がメインなんで、こっちは11、12ですね、メインにやっていくというところで、まあその違いが少しあるかなという意味でまとってます。まあ、なんですけどね、これもすごいですよね。しっかりとこの四角9個、組み合わさったその村って、まあ、なかなかやっぱ取りにくいと思うんですよ。ただね、これシングルインフェルノがありますよね。このシングルインフェルノ区画に対してアーチャークイーンを入れていくので、まあ、どうやって入れるのってところを見てください。ぜひね。まあ、スニークゴブリンでこのポンプをカット、さらにこのアーミーキャンプをカットして、このシングルインフェルノを直線的にたげるような、まあ、そんな壁の作りにしてるんですね。ちょっと止めますよ。今こうなってると分かりにくいんですけども、この、対空砲が壊れたら、こう一直線に
防衛が並んでますね、こういう風に。こうなったらアーチャークイーンの場所的に行って一番近いシングルインフィをタゲるのはまあ自然の流れじゃないですか。でタゲるっていうことはつまりこの壁の隙間に入っていくってことなんですね。この誘導のルートをしっかり分かってやっているっていう、まずこれがすごい。この時点でもう相当すごいですよね。で、シングルインフィルの、結構ね、自分もビビるんですよ。やっぱね、与えたくないんですよね。クイヒで。やっぱりクイヒの天敵っていう意識がすごいあるんで。なんですけど、別に恐るるに足らずで、しっかり、フリーズを当てる。で、なんならまあ、レイジもそこに当たっていれば、確実にシングルインフィルはクイヒで突破できるので、一番怖いのがね、こういうところ、出したクイヒが、ぐるっとこう回っちゃったりする場合ですね。そういう場合には、シングルインフェから延々と撃たれ続けちゃうんで、ちょっと厳しくなるんですけど、そうでない場合には、ちゃんと向かっていってくれさえすれば、シングルインフェのは処理できるってことですね。ここをよく覚えておくと、すごく、メナファーが広がります。さらに、今回ディガオグもすごいまあ見たいとこなんですが、ちょっとまあ置いといて、これ、スニークゴブリンのカットを見逃さないでもらいたいんですね。こういう小技を使うことによって、きっちりと、アーチャークイーンが横に逸れていかないように、奥に奥に壁の中にこうね、すみません、入っていくように、こっちか、こうね、誘導していってますね。さらに、ウォールブレイカーで、ここの壁を開けて、アーチャークイーンが中に入って、ぐいっといって、さらにタウンホールにアプローチする。まあ、こんなルートを、目指しているというところですね。で、まあ、着員が、まあ、クロークは使わされてますけど、ここまで生きるっていうのは相当だと思うんですけど、やっぱね、これ言葉だけではやっぱ言い切れない部分がどうしてもあるんですよね。クイヒーやっていく上で。自分も、まあ、クイヒーって、ディガオグ結構メインにやるんで分かる部分もあるんですけど、完全に言葉で説明しきれないんですよ。今、さっき僕、カットの話もしましたし、あと、レイジを使う、枚数だとか、タイミング、要は青ゲージ状態、緑ゲージ状態でレイジを使うんですよって言いましたけど、まあ、実際に、こういう攻めをやっていると、緑ゲージで、レイジが使えるかって言ったら、結構そうでもなかったりするんですね。やっぱ溜めちゃうんですよ。赤ゲージ、いや、これレイジ温存できるかな、みたいな。で、そういうのが意外と、後々効いてくるんですね。今回レジ3枚ですね。んで、まあ、3枚ぐらいはもうマストだと思います。で、後々効いてくるんですよ。なんでかっていうと、赤ゲージになってピンチゾーン突破しても、次また、ピンチ、アーチャークイーンが一歩進んだ段階でピンチゾーンが来ちゃったら、もう体力のバッファーがないんで、必ずクロークを吐かされる。ないしは、そのままクロークなかったら、終わっちゃうんですね、クイヒが。なんで、緑ゲージを維持するっていうのがすごい大事。だから、赤ゲージの後にデッドが来るんじゃなくて、緑ゲージが黄色、赤、黄色あったっけな要は赤になったらもうデッドっていうぐらいに考えて、レイジを使うのが、このクイヒー伸ばすめちゃくちゃ重要なコツです。これね、分かっててもできないんですけど、そこをまず分かって練習するかどうかってことは、もう大きな違いになるんで、ぜひですね、意識してもらえたらというふうに思います。難しいんですけどね、とね。ラスト、王直さんの攻めですね。タウンホール11の食い品になります。まあね、これはね、ですね、まず天才パートで、この、クロスボウ、インフェルノを追っていきながら食い品を展開していくんですが、これ、さっき言った、スーパーガーゴイルが出てくるタイプの援軍が中入ってますんで、これですね、アーチャーからの、ストライカーからのスーパーガーゴイル。で、これがね、マジで突破しにくいんですよ。スニークゴブリン、スーパーガーゴイルが今残ってますけども、これね、アンホール11のアーチャークイーン、まあ、レベル50ですよね、において、ほら、ポイズン、フリーズ当てたってもかかわらず、ちょっとずつ打ってくるスーパーガーゴイルの攻撃で、クローク吐かされちゃうんですね。これぐらいシビアなんですよ。今、スーパーガンゴイルとアーチャークイーンが直線的にこう当たっていたら大丈夫だったと思うんですけど、アーチャークイーンがこう横の施設にこう浮気してましたよね。このタイミングでスーパーガンゴイルがどんどんアーチャークイーンを撃っていったのが分かったかと思うんですが、ああいう格好になっちゃうともうニッチもサッチもいかなくなるのがタウンホール11の、ストライカープラススーパーガンゴイルと当たる場合のクイヒの状態です。なんで、まあ、そこのケアがめちゃくちゃ重要なんで、
あのタウンホール11において、クイヒを使うプレイヤーがおそらく減って、トップ層では徐々に減りつつやっぱりあるかなっていうふうに思うのは、まあ、そこのポイントかなと思います。あの75レベル の, あのアチャクイとは体力のバッファーが違いますんでね、あの結構厳しくなるは厳しくなりますよね。まあ、ただ今回、まあ、青チョコさん、クロークは使わされたものの、ここまでアチャクイがやっぱ生き残っていますね。あの中心部に入っていたペッカーしっかりヒーランがついてターゲットを取ってもらっている後ろからアチャクイが打っていくっていう形が出来上がっているので、あのこれすごくいいですね。で、アーチャークイーンの仕事、まあ、今回結構少なかったんですけども、ですね、ここの部分クエイクライトニングでカットしてるんで、アーチャークイーンがこれをカットしてくれると実質こういう縦の長いカットができるわけなんですね。そういう場合にはもう、主力をこう入れたら絶対にまっすぐ進む以外道がないじゃないですか。っていう形を作るために、短い、区画の、クイヒのカットをするっていうのも一個手としてはあります。なんで今回はレイジの呪文を持っていかずに、1枚かな、1枚持っていったけど、まあ、3発とか4発は持っていかずに少ないレイジで、まあ、乗り切っているということですね。まあ、あの多分ですね、あのレイジの呪文を使うタイミングとかっていうのはフレーチャーで練習すればいいと思うんですけども、あのいざ失敗できないフラン対戦とかで攻める場合には、まずは今回の青チョコさんみたいに短いスパンのクイヒから始めていく。でクイヒを狙った方向に歩かせる。今回で言えば、ここに出したクイヒがちゃんとこう動くっていうこのルートですよね。これを作れるかどうかっていうのがまず一個重要なポイントです。これができないとクイヒを使う基本が多分、うまくいかずに、ドスボにはまっちゃうんで、まず誘導がちゃんとできることで、かつ緑ゲージを維持するレイジの使い方、これができるかどうかですね。この辺っていうのをあの意識しながら練習してもらうと、ですね、結構クイヒがあのどん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 あの上手くなってくるし、周りから見てもあクイヒうまいねっていう風に多分見られると思いますので、ぜひその辺ナホール11、12、13、これから多分来る14でも、まあ、クイヒは主力の戦術の一つに、まあ、確実になると思うんで、あの磨いていってもらえたらという風に思います。というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。クイヒに関して見ていきました。もしこれ良かったなっていう風に思ったら、グッドボタンまたは、チャンネル登録まだの方はそちらの方もよろしくお願いいたします。で、私のチャンネルタウンホール11から13幅広くですね、こういうクラン対戦の動画中心に扱っていきます。あのこれからもですね、どんどん上げていきますので、ぜひ、ご視聴いただけたら大変嬉しく思いますので、よろしくお願いします。では本日この辺りで終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。